国民民主党、日本2018、国民民主党、国民民主党は日本の政党。公式的な略称は国民党、英語略称は DPFP。報道時には通称として国民党のほか、国民、または国民民主が使用される。また参議院では会派の略称を民主党している。2018年5月、民進党。 国民党、希望の党における一部両党が合流し、手続き上は民進党が透明変更する形で決闘された。合流協議の始まった2018年4月当初、民進、希望両党の議員から、新党の名称に民主党を押す声が根強く存在したが、すでに公式略称を民主党で届け出ている立憲民主党側が不快感を示した小屋、また、 立憲民主党の略称と重複する件について、総務省が難色を示したため断念した。4月23日に両党が開いた会合では、国民党、国民民主党、改新党、共和党、中道民主党、民政党、未来民主党、日本民主党、平和民主党、経済民主党、立憲自由党などの案が出たほか、希望の党の若手議員らが透明として、 新党ゼロを提案し、プロモーションビデオを制作するなどした。翌24日には、両党幹部による新東京議会で党名を国民民主党とすることが決定した。小池由里子東京都知事が2017年7月に行われた東京都議会議員選挙で自ら率いた地域政党都民ファーストの会が圧勝したことを受け、衆議院の解散総選挙へ向けての流れに乗り、 同年9月に国政政党希望の党を結成した。この希望の党には当時の民進党折り党、助籍となった細野武志、長島昭久ら保守系議員が決闘に参加しており、彼らを中心に9名の国会議員が集まり、政党としてスタートを切った。衆議院解散を前に当時の民進党代表であった前原誠司は小池代表との会談により、 民進党の希望の党への合流が取り沙汰され、解散当日の9月28日、民進党は党として、次期総選挙への公認候補を擁立せず、希望の党へ公認を申請、事実上希望の党へ合流することを前原が提案し、了承された。しかし、その後小池が党の政策と一致しない候補を排除する趣旨の発言を行ったことから、 一部の民進党議員が反発。枝野幸男党代表代行は、リベラル系議員の新たな受け皿として、立憲民主党をなし、岡田克也、元党代表、野田義彦前首相のように、無所属で選挙戦を戦うことを選択する候補も出て、民進党内の分裂に至った。同年10月22日に行われた第48回衆議院議員総選挙では、 党代表である小池が、都政に専念することを理由に、同選挙へ立候補しなかったことや、小池自身の言動の影響もあってか、公認候補235名の内省選挙区で18議席、比例代表で32議席の50議席の獲得に、止まり、野党第一党は54議席を獲得した、立憲民主党となった。選挙の結果を受けて、 小池に対する責任論が紛失し、その後行われた共同代表選挙で、玉木祐一郎が党の共同代表に選出されたが、小池はほどなくして共同代表から退き、党代表は玉木に一本化された。一方、参議院議員が残留した民進党では、党所属議員が希望の投稿人として選挙戦で戦い惨敗したことや、党分裂を招いた責任を取り、 前原が党代表を辞任、その後、希望の党へ入党。その後行われた党代表選挙では、大塚公平が無投票で公認の党代表に選出された。党代表がそれぞれ交代したことで、2017年末に民進党側が立憲民主党、希望の党との統一会派結成を求めたが、衆院選からの一連の経緯で、 希望の党に不快感を持つとされる立憲側の拒否や民進党からも異論が噴出し、連邦元党代表など一部議員の立憲民主党への移籍を招くこととなった。一方、希望の党側は統一会派結成に前向きな構えを見せたが、安全保障や憲法に関する見解の違いから、松沢成文参議院議員団代表ら、保守系議員の反発を招き、 希望の党側も分裂を招きかねない状況でくすぶり続け、翌2018年に入ると統一会派結成を見送る状況をとった。その後、同年3月に民進党、希望の党の両党が合流した上で新党を結成する構想が表面化し、4月に入ると新党結成への両党の協議が本格化、同月26日に民進党、 大塚代表と希望の党、玉城代表合流による、新党、国民民主党結成の合意書に署名した。これを受けて、希望の党側は、玉城代表ら新党参加組と、松沢ら保守系メンバーの分党を決定。松沢ら5名は別の新党を結成して、希望の党の名称を引き継ぐこととなった。一方で、両党の一部議員から、 立憲民主党を軸とする野党再編を目指す立場から二党のみでの請求な新党結成に対する反発が強く新党結成発表に前後して特に民進党側からは小川俊夫ら複数参議院議員や民進党席を持つ無所属の会の大半が新党への不参加を表明し民進党を離党一部議員は立憲民主党へ入党した希望の党側も分党した 松沢ら5名のほか、細野長島ら決闘メンバーの多くは新党に参加せず、立憲民主党との連携を重視する大串広志らも不参加となった。新党結成の手続きとしては、まず、希望の党を回答し、玉木ら新党合流組が国民党、松沢らが新、希望の党をそれぞれ決闘する形で分党し、このうち玉木らの国民党が決闘間もなく、 民進党に合流の上、民進党側が国民民主党へ党名を変更する方式を取ることとなった。従って国民民主党は法規上1996年結成の民主党、いわゆる旧民主党、1998年結成の民主党、民進党と同一政党の流れを組むこととなる。2018年5月7日、党設立大会を 東京都のホテルで開催。党参加国会議員は、衆議院39人、参議院23人の計62人で、5月6日時点の民進党53人、希望の党54人の両党合計107人の約58%に止まり、立憲民主党の63人を下回って、野党第一党の座には届かなかった。また、民進党代表の内川か公平。 希望の党代表の玉木雄一郎が共同で代表に就任することが承認された。代表任期は9月末までで、9月に代表選挙を実施する予定。幹事長に希望の党幹事長の古川元久がつくなどの役員人事も決定。民進党、希望の党との総違点として総務会の設置が決まり、総務会長は平野博文が務める。同日、 衆参閣院事務局に会派変更も届け出た。衆議院では民進党系会派が無所属の会、希望の党の会派が希望の党、無所属クラブであったが国民民主党、無所属クラブに変更。参議院では民進党会派だった民進党、新緑風会から国民民主党、新緑風会に解消した。さらに同日、民進党は 国民民主党への透明変更を総務大臣に届け出た。5月14日、決闘後の最初の世論調査、JNN で支持率が0.8%だったことについて、玉木雄一郎は、ゼロでなくてよかった。選挙を経験していない政党だから、本当の意味での信任を得ていないと思うと述べた。5月27日、玉木共同代表が、党会合で、 国民民主党を中心とした政権交代を2022年2023年をめどに実現したいとの目標を発表した。5年ほどのスパンで地道に力をつけ、政権を担える塊を作ると述べ、同時にこれからの日本を見据えた堂々たる政策集団として党を育てたいと強調した。対決より、 解決を掲げており、政府与党に徹底抗戦の姿勢の立憲民主党と路線対立があると産経新聞に報じられた。7月18日の党総務会の中で、合流後初の代表選挙を行うことが決められ、8月22日、告示、9月4日党開票のスケジュールで行われることや、基本的なルールは、旧民主党民進党のものを踏襲する、模試ルールとして、 立候補に必要な推薦人を、所属国会議員20人から、所属国会議員数の15%に当たる10人、それと同数の地方議員に改めることも決定。8月22日、2018年国民民主党、代表選挙が告示され、玉木雄一郎共同代表と、津村圭介衆議院議員の2名が立候補を届け出た。同日、 ゆずきみちよし衆議院議員が、党が掲げる対決より、解決路線によって、野党の分断が、ますます加速したと、野党共闘に対する党のスタンスに異議を唱え、離党届を提出したが、党執行部は、代表選挙告示、立候補受付開始の直前に行われた行為は、党の名誉、信頼を傷つけ、党の結束を乱す、配信行為として、離党届を受理せず、ゆずきを除席。 除名処分とした。同党から除籍、離党した国会議員は決闘依頼初となった。9月2日、中央省庁の障害者雇用水増し問題について、同党が雇用義務に反して一人も障害者を雇用しておらず、ハローワークへの報告も怠っていたことが発覚した。代表の玉木は、それまで安倍政権の隠蔽体質の現れであり、 障害者に対する裏切り行為であると批判していた。9月4日、代表選挙が投開票され、玉木共同代表が、津村衆院議員を204から74で下し、代表続投が決定。9月11日、新執行部の人事が発表され、焦点となっていた、幹事長人事では、玉木新代表の側近である、古川元磯前幹事長の続投を見送り、 平野博文元官房長官を新しい幹事長に起用。古川は代表代行として処遇し、代表選で玉木と争い敗戦した津村啓介元内閣府政務官を副代表に抜擢。10月9日には参院議員会長選挙が告示。現職の大塚公平党代表代行のほかに立候補の届け出がなく無投票で再選が決まった。 10月11日、立憲民主党と国民民主党、それに両党の支持母体である連合が来年の参院選に向け、一陸をはじめとする選挙区の候補者について野党間で調整する必要性を確認する覚書を交わすことが判明。10月15日に今井正人衆議院議員が、同19日には長浜博之参議院議員が離党届を提出。 党は、党22日に、長浜の会派大会を承認したことから野党第二会派に転落した。公領に、以下の内容を掲げた。政党女性法上では、民進党が、透明変更する形で設立されているため、同党の地方組織を引き継いでいる。旧希望の党で事実上唯一の地方組織であった、希望の党愛知県連は、2018年5月12日に、 国民民主党に合流する方針を決めた。一方で新党への移行をめぐり、無所属での活動や立憲民主党への入党を希望する地方議員の離党が相次ぎ、一部の県では、旧民新党系地方議員の受け皿として、新生愛知、愛知県、三重新生の会、三重県、千葉民主連合、千葉県などの地方政治団体が設立された。 大塚共同代表は7月5日の記者会見で、旧民進党の地方議員約1500人のうち、約半数にあたる約800人が、国民民主党に参加したと発表した。党員、サポーター制度は、民進党のものをほぼそのまま引き継いでいるが、党員の党費は、民進党時代の6000円から4000円へと、値下げされた。2018年7月31日時点での党員。 サポーター数は76,596人であり、旧民進党時代の236,131人から3分の1の数となったことが報じられた。希望の党、国民党出身者は一部を除き第48回衆議院議員総選挙に、際して当時の民進党代表、前原誠二の方針に従って、民進党から希望の党に移籍したメンバーである。原口。 平野及び篠原隆の3名は民進党籍を許しながら、同選挙では無所属として候補、当選し、民進党系会派、無所属の会に所属していた。長山は会派、国民民主党、新緑風会所属の無所属議員である。旧民進党を支援してきた日本労働組合、総連合会、連合参加の労働組合のうち、ウーア前線や、 自動車総連、電力総連、ジャムなど、会見を容認する旧同盟系の産業別労働組合は会見に前向きな国民主党を支持している。2017年の第48回衆議院議員総選挙を前に民進党が分裂し、希望の党への合流を進める中、民進党、日本共産党、社会民主党、自由党と連携していた安保法制の廃止と、 立憲主義の回復を求める市民連以降、市民連合は安保法制を容認する希望の党と共闘することはないと共闘を否定。そして希望の党から分党した国民党が母体の民進党と共に国民民主党を決闘した3日後に発表した表明、当たり前の政治を求めての中でも自公安倍政権に加え2017年の 民進党の希望の投稿流の経緯に対して改めて批判的に研究するとともに、これからも立憲民主党、日本共産党、社会民主党、自由党とさらに天候間や政策協議を重ねるとともに、攻略と共闘対象の筆頭には立憲民主党の名を挙げる一方で、国民民主党については連携政党から除外していた。しかし、 2018年9月24日に党本部で開かれた新執行部発足後初となる全国幹事会で執行部側は幅広い野党の結集を目指す考えとして第25回参議院議員通常選挙に向けた日本共産党との選挙協力ついて市民連合を仲介役とする方針を示した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。